続いてはですね、定常円旋回、これは先ほどの、アクセルターン、スピンターンのスピンターンのアクセルターンのですね、ちょっと大きい版ですね。これはだん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 大きくすることによって、実際に、サーキットやコースに出た時に、R に対応できるようなアクセルワーク、またステアリングワークを勉強できます。スタートは一緒です。見てください、これもね、このパイロンに沿って回るのがすごく難しいんです。さっきは小さい円でしたけど、今度はちょっと大きいですね。この三角形の広さを広く広く広くすることによって、どん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 コースに近い練習ができるというわけです。これも基本中の基本。ではハンドルを内側に少し切ってですね、クラッチを見る。まあこんな感じですか。